はいはい、どうもこんにちは、松尾修造のこれ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 知ってますということでね、今日はね、SEO 対策って皆さんご存知ですか？ホームページとか検索エンジンの結果、検索皆さんよく検索しますよね。例えばね、大阪の、居酒屋みたいなね、居酒屋出てくる感じですけど、そういうの検索エンジンの検索結果の表意を 上位に、押し上げる仕事なんです。これ SEO って言うんですけどね。これ私も仕事でこの仕事をやっているんですけど、今ね、最近逆 SEO っていうのがあるらしくて、まあ要は SEO が検索順位を上げるんであれば、逆 SEO で検索順位を下げるということなんですけど、やっぱり悪い風評被害とか悪いことを書く人が非常に多くてですね、悪いことを書いた場合、その SEO のネットから検索者が上に上がってきたら困るわけじゃないですかね。悪いことを書いたら、それをこう下げるという仕事がある、逆 SEO ということでね、ネットの風評の総事業というらしいですけど、そういうふうな仕事が今あるということで、まあ、悪いことを書かれること自体が、まあ、もちろんダメなんですけど、やっぱりもう本当に何も悪くないのに 書いている人もいているでしょうから、それを、逆に、SEO という検索上位から検索下位にもう分からない、もう皆さん10ページぐらいで見ないんですよね。だからそういうふうに下げるという仕事があるということなんですね。まさしくこれ知ってます、私もウェブユネットという会社で働いてますので、よろしかったら見てください。松尾修造のこれ知ってますでした。ちょっと宣伝入りましたよ。